メダカの学校は川の中すいすい。え？何してるって？いや、それは決まってるよ。メダカの気持ちにちょっとでも近づくためだよ。土着園芸にですね、メダカ喜ぶ水草っていう商品があるんですよ。ただこれね、よくお客さんに聞かれるんですよね。メダカって本当に喜んでんのってまあね、これ確かにメダカの声って聞こえるわけじゃないから、本当に喜んでるかどうか分かんないですよね。まあでも鈴木が考えるに、メダカはこうなんじゃないかなっていうのを表現させてもらいます。メダカ喜ぶ水草がないとき、メダカ喜ぶ水草があるとき、メダカ喜ぶ水草がないとき、メダカ喜ぶ水草がいっぱいあるとき、肉まんの CM のパクリ？いやそんなことないですよこれ今気づいたんですけど、こうだとなんかただ四角い帽子かぶってる人みたいですね横だとこうしなきゃいけないですね。でもちょっと目が見えないな、はい、メダカ喜ぶ水草なんですけど、ちょっと見えにくいんでもうこうさせてもらいますね。メダカ喜ぶ水草なんですが、こちら、どんな、ね、メリット、メダカにとってのメリットがあるかっていうと、まずですね、こちら水生植物なんで、長場もだかなんですけども、完全に沈めちゃっても大丈夫ですよ。水の中に水没させても大丈夫、ポチョーンとね沈めてしまう、そうすることもできますし、水上に葉っぱが出てる状態でも大丈夫なんですけど、完全に沈めた時ですね、水中の葉っぱからですね、光合成の際に酸素を供給してくれるっていうね。だからメダカにとってね、結構そんなにこう 水量がね多ければ全然水中に溶け込む酸素だけで大丈夫ですけど、酸素を供給することによってね、メダカもこう生育しやすくなりますし、あと夏場のね、空気の少ない時期、酸素がね水中に溶けにくい時なんかにも酸素を供給してくれるんで、おすすめかなと思います。あと長場オモダカがですね、水質浄化を、してくれますので、ね、浄化自体はですね、バクテリアが浄化してくれるんですけど、それによってできた肥料的な養分をですね、長場オモダカが吸い取ってくれるんですね。メダカの環境を良くしてくれるっていうね。で、3つ目のポイントなんですけど、3つ目のポイントは、このね、よく葉っぱがね、よく茂ってくれますので、長場オモダカがメダカのね、隠れ場所になるっていうことで、非常に、人気があります。で、あとですね、こちらの長場オモダカ、非常に寒さにも強くてですね、真冬に水面がですね、凍って氷が張ってしまっているような環境でも、水中の中の葉っぱが展開してですね、冬のね、メダカの隠れ場所になります。ということでですね、長場オモダカですね、ポイント3つですね、1つ目は、水中葉から出る酸素の供給ですね、そうすることによってバクテリアも活性して、より浄化力がアップします。で、長場オモダカ自身もこうね、肥料分とか吸い取ってくれて、水をきれいにしやすくなります。だから2つ目のポイントは水をきれいにしてくれるということですね。で、3つ目のポイントが、こう葉っぱが茂ることによってメダカの隠れ場所になる。で、なおかつ冬のメダカのね、越冬場所にもなるっていうことで、全部で4ポイントくらいありますかね、はい、メダカにとって、おすすめの水草ですね。で、あとですね、可愛らしいね、綺麗なお花が咲きますので、非常にこうメダカのね、育ててる方にも喜ばれる水草ですね、はい、ということで、こちらの長場オモダカなんですけど、真冬とですね、今ちょうどですね、シーズンですので、全国の、園芸店さんであったりとかホームセンターさんで、販売している頃だと思います、はい、ですから、必ずね、店頭に納められてるとは限りませんので、そちらのお店さんにちょっと事前にお電話いただきまして、メダカ喜ぶ水草、土着園芸のって言った方がいいかもしれないですね、土着園芸のメダカ喜ぶ水草置いてますかって聞いてもらって、もしね、置いてなかったら取り寄せてくださいって言ってもらってもいいですけどねそこまでは言いませんけど、まずはですね、メダカ喜ぶ水草お店に置いてますかって聞いてもらってから、お店に行っていただければと思います。はい、今日はですね、三拍子揃ったメダカ用の水草、花咲いてよし、酸素を供給してよし、
水をきれいにしてよし、メダカの隠れ家になってよし、もうよし尽くしですね、こちらのメダカ喜ぶ水草、メダカ飼育におすすめです。それでは皆さん、さよなら。はい、じゃあ今からかぶり物を作ります。